第10の晩に旅は終わり、黄金郷に至るだろうか。しかしマリアは豆だな。ちゃんとメモしてるとは偉いぜ。うん、マリアは忘れっぽいからちゃんと書く。ママに言われたからちゃんと書く。まず一行目、懐かしき故郷を貫く鮎の川か。じい様の故郷ってどこだっけ。戦前の後宮家は小田原のあたりに屋敷を構えてたって聞いたぜ。で、となりゃ小田原に流れてる鮎の泳ぐ川に関心が行くわけだろ。まずはその川が起点になるからな。んで、黄金郷を目指す者はそいつを下って鍵を探せとあるわけだ。小田原にある川ってなんだ。鮎が泳ぐ川だぜ。小田原で鮎って言ったら早川だろうね。渓流釣りで有名だよ。マリア魚嫌い。マリアももう少し大きくなったらわかるぜ。鮎の塩焼きをベロベロベロってな。うまいぜ。さっき飯食ったばっかりだってのにもう腹が減ってきちまうぜ。ビスケットでもお持ちしましょうか。わあ、悪い悪い、そんなつもりで言ったんじゃないぜ。気にすんな。さて、小田原で鮎の川って言えば早川だってことは分かった。となりゃ下るしかねえよな。早川を下ると何があるんだろうな。下流に出て海に出ると思います。そうさ、河口部に出る。そして碑文の3行目には川を下ればやがて里ありとあるな。ちなみにそういう河口部は大抵大昔から輸送の要衝になってて大きな都市があるもんさ。ここが次のチェックポイントだな。なかなかいい筋だね。バトラ君の想像通り、そこは大昔にとても栄えたことだよ。小田原城があるところだね。あ、修学旅行で小田原城に行った気がします。素敵なお城でしたよ。ああ、私も小田原城だったぜ。洋館に住んでてなんだが、やっぱり日本人は和風の方が落ち着くよな。おお、マリア、お城退屈、遊園地がいい。ほう、そうかそうか、よしよし、黄金を見つけたらこのバトラ様が気前よく遊園地を一日借り切って遊ばせてやるぜ。しかし小田原城とはな。小田原城の隠し黄金、おお、こりゃなんだかいかにもって感じだよな。まあ2年前の私たちもそこまでは行き着いたぜ。小田原で鮎の泳ぐ川を下った里、そこが多分小田原城あたりだろうってところまでは私たちも行き着いたさ。問題は次の行だろう。さて、バトラの陳推理はどこまで行けるか見物だぜ。四行目、その里にて、二人が口にし、岸を探れ。二人ってのが何のことかわからねえが、とにかく岸だな。で、岸ってなんだよ。岸って名前がつく地名でもあるのかな。里
蘇我岸という地名が小田原にあるんだそうですよ。え、おお、詳しいな。ってことはなんだよ、シャノンちゃんも黄金を狙って謎解きに挑戦してるんだな。となりゃ俺たちはライバルだぜ。別に黄金なんて興味は、ただその以前にジョージ様から教えてもらっただけで。2年前の私たちも同じ推理に行き着いたってわけさ。わざわざ地図を広げて調べたんだぜ。小田原城の北に5キロくらいだったかな。そこには確かに蘇我岸という地名があるよ。でもそこからがわからないんだ。次の5行目にはその土地のどこに鍵があるかは記してない。マリアちゃん、読んでくれるかい？おう、そこに黄金鏡への鍵が眠る。うん、読めた。蘇我岸ったって広いだろうし、かつてそこに後宮家の家があったわけでもない。その広大な土地のどこかに鍵が隠されてて、納品取ってんじゃ。こいつはお手上げってわけだぜ。確かにな、鍵が手に入らないことにはその先の行に進めないぜ。ジョージ兄貴、蘇我岸ってのはどんなとこなんだ？さあね、行ったことはないからわからないけど、地図によると山の中みたいだよ。確か浅間山の山麓みたいだったね。なんだかパッとしねえな。宝の在りかを隠した謎ってのはもっとぴったりとハマるもんじゃねえのかよ。どうも蘇我岸ってのがそもそも間違いって気がするぜ。私は蘇我岸を疑ってるぜ。私たちが知らないだけで、例えばじい様の子供時代を過ごした家とかがあるかもしれないだろ。一行目に懐かしき故郷って行があるくらいだもんな。シャノンはじい様によく酒とか継がされてたろ。昔話とか聞かされたことないのか？親方様は昔の話はほとんどされません。ただ後宮家が滅びかけた関東大震災について非常に人ごとのように話されることがありましたので、関東地方よりずっと遠方にお住まいだったかもしれません。後宮本家は小田原に住んでたかもしれないけど、分家はその限りじゃなかったろうね。おじい様はよく自分のことを分家も分家、後継ぎに最も縁遠かったと言われるくらいだからね。ってことはつまり懐かしき故郷ってのがすでに小田原じゃない可能性もあるってことだな。じい様の故郷なんて聞いたこともないぜ。聞いても素直に教えちゃくれねえだろうしよ。懐かしき故郷というのが後宮家のルーツを指さないのであれば、小田原説は初めから間違ってることになっちゃうね。もちろん蘇我岸の疑いが晴れたわけじゃないけれども、例えば幼少の頃を小田原で過ごし、その後遠方へ引っ越した可能性もあるだろうし。おお、さっきから何の話かわかんない。ふぅ、つまりだな、黄金スゴロクの最初のスタート地点が決まらないことには何も始まらないってことだぜ。ん？いや待てよ、最初の5行で見つかるのは鍵だろ。鍵なんてなくても扉はぶち壊して入ることだってできるはずだぜ。とりあえず最初の5行をすっ飛ばしてその先の推理に入ってもいいんじゃねえか。おお、その発想はなかったぜ。まあいいや、どうせ暇つぶしなんだ。続きを聞かせろよ、バトラの推理。でもその先からは急に物騒になるんですよね。第一の番に鍵の選びし6人を生贄に捧げよう。こ、いきなり物騒になるな。第二の番には寄り添う二人を引き裂けときたもんだ。恋仲を破談させるのか、文字通り引き裂くという意味なのか分かりかねるけど、どっちにせよ気持ちの悪い話だぜ。その第二の番の解釈を別にしても、第一の番に6人、第四の番から第八の番までで5人、少なく見積もっても11人が生贄にされなきゃならない。おお、ベアトリーチェが蘇るための生贄。なるほど、魔女復活のための生贄か。
そういう解釈にもなるな。その結果、第9の晩に魔女が蘇って、最後は極めつけだな。第9の晩に魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。結局は、みんな死んでしまいます。それでようやく、次の第10の晩にゴールってことになってんな。みんな死んじまうのに、黄金鏡へ至るだろうって言われても、困ったもんだぜ。鍵を手に旅に出た当人も、生き残れないに含めるのかどうかは、解釈の分かれるところだね。しかしよ、最後のところには面白いことが書いてあるぜ。ゴールした後、魔女からもらえる4つの宝の行だよ。1つは全ての黄金。問題は次だ。全ての死者の魂を蘇らせるとあるぜ。みんな死んじまったっていうのと欠けてるような気がしねえか。それを言われれば、次の失った愛すらも蘇らせるという部分は、第二の晩の寄り添いし二人を引き裂けにかけているようにも見えますね。そうだね。そして四つ目も第9の晩にかけてある。第9の晩によみがえった魔女を四つ目の宝が再び眠りにつかせている。好意的に解釈すりゃ、死んだり別れさせたりと忙しいが、最後には全部チャラになるわけだな。目覚めた魔女も再び眠るし、手元にはたっぷりの黄金だけが残るって寸法だぜ。死んだり蘇らせたり別れさせたりくっつかせたりと、魔女様はお忙しいこったな。ついでに起きたり眠ったりな。やれやれ。せっかくの隠し黄金の話も魔女の話が絡んじまうと急にうさんくさくなっちまうぜ。違いないな。魔女はすごい。魔法で何でもできる。殺すことも生き返らせることも、愛を与えることも奪うことも。空も飛べるし、姿を透明にできるし、黄金もパンも生み出せる。ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ。あ、いけね。悪い悪い、冗談だよ。マリアちゃんにとってはこれは黄金の隠し場所を示すものじゃなくて、魔女を蘇らせるための魔法なんだって。マリア様、ご存知ですか？私たち使用人の間では、ベアトリーチ様の怪談が語り継がれているんですよ。お
シャドン、聞かせてやれよ。私は知らないんだけど、使用人の間じゃかなり有名な話らしいぜ。何の話だ？怪談？うん、僕たちが生まれる前からある話らしいね。母さんにも話を聞かされたことがあるよ。はい、この島にお屋敷が建てられてからずっと語り継がれている話です。当時の使用人たちはお屋敷には昼と夜で違う主がいると囁き合っていたそうです。閉めたはずの窓や扉や鍵がもう一度見回りに来たら開いていたとか、消したはずの明かりがついていたり、つけたはずの明かりが消えていたり、置いたはずのものがなくなっていたり、置いた覚えのないものが置かれていたり、そういうことがあるたびに古い使用人たちは魔女が姿を消してお屋敷を訪れ、いたずらをしていったのだろうと囁き合ったそうです。ほら、いる！ベアトリーチェはいる！なあ、いるよな。私も昔よく、登校の時に限って、カバンが見つからなかったりしたもんだぜ。他にも、鬼火や輝く蝶々が舞っているのを見たという使用人も、カノン君もそれらしいものを以前夜の見回りの時に見たことがあると言ってました。あと最近ではお屋敷の中で深夜に不思議な足音をよく聞くと使用人の間で話題です。私たちは肖像画の中のベアトリーチェ様が姿を消してお屋敷の中を散歩しているんだろうと囁き合ってるんですよ。ずいぶん前ですが、私もそうかもしれない足音を夜の見回りの時に聞いたことがあります。ひゅー、そりゃ怖えな。あ、でも怯えることはないんですよ。ベアトリーチ様は親方様とは異なるもう一人のお屋敷の主です。だから変に怯えたりしないで、敬意を持っていれば、決して悪いことはしないのだそうです。ただし、敬意を持たないと恐ろしいんだったね。はい。私が勤めを始める直前に、階段を転がり落ちて、腰に大怪我をして辞めた方は、ベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。だから使用人たちは、ベアトリーチェ様のお怒りに触れたのだろうと噂し合ったそうです。